ちょっと落ち着いてくんない落ち着いてくんないか落ち着けない、もう撮ってます落ち着けない落ち着けない。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ときめきたっぷりの心臓、あなたのポストに届ける天使さやです。ということで、はい、今日もタイトル見てるみんなはもう分かってるんですよ、うん、今日ですね、夏目さん家にとんでもない人が遊びに来てるんですよ。はい、はい、そうなんです。そうなんですよ。だからさやが、まあ、てかなんならもう視界に今ねこう、うん、チラチラこう、はい、いらっしゃるんですけど、はい、すごいめっちゃ満面の意味でこうやってやってくださってるんですけど、本日スペシャルゲストにお越しいただいております。甘いどうぞ。はい、お邪魔します。うわー、よいしょー、よいしょー、お邪魔します。鈴木達也です。よろしくお願いします。声優の鈴木達也さんです。よろしくお願いします。どうもー、来ちゃいました。来ちゃいましたよ来ちゃいましたよ。意外とふっかるで、いや意外とどころかのあ、マジであのちょっとね、多分あのツイッターでちょこちょこやり取りしたと、そう X のとこで、うん、ちょっとなんかそうやり取りとかも見てる方ねいたと思うんですけど、はい、なんと夏目さん家を見ていただいて、そうなんです、ありがとうございます。ずっと見ていて、もうひたすらのただの一視聴者で、いやいやいや、で俺なまじ外見にあんま自分の好きなものってあんま発信してこなかった人なんですよ。あ、はいはいはい。でなんかまあいろいろ独立したりとかあったんで、うんうん、まあ、これを機にいろいろ出していくのも、うんうん、いいのかなと思った時に、はい、あ、じゃあいろいろフォローもしていこうと思って、はい、こう X でこう見てて慣れない感じで今までゼロフォローでやってた、うんうんうん、そんなところに見てなかったわけですよ。でそれでパーって見てたら、うんうん、夏目さんち、夏目さんちってなってえーみたいな、フォロー されてると思ってわーって思ってほんとなんか、ね、もう自分的に一番舞い上がってやっちゃいけない、はい、それをスクショを撮って、はい、それをツイートするっていう、もうガキみたいなことありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでそわーってなった瞬間に僕たち二人がわーってでそれに返事を書いてもらって俺もわーってわーかわーってわーってなってでしかもその後実はねこの撮影の前に一回なんと遊びに来ていただいて、はい、そうなんです。そうなんですよ。そうなんです。なんか多分私が人生で会った方々の中で一番ふっかるだと思います。そうすごい速さだった。いや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 、でもその前に実は年末に DM でご連絡をいただいてて、そうですね、はい、でただ僕がその X の DM とかは今まで開いたことがないからやり方が分からなくて、年始たってしばらく経ったぐらいに、そういえばなんか DM っていう機能があったなんかでポッと思いついて、これ見てみようってパッて開いたら、夏目さんちから12月の27日に DM が届いておりますって、俺も半月ほっといてるやんめちゃ失礼と思って いやもうお忙しいんだろうなと思って、いやいや、もうすぐに書いて本当にごめんなさいって言ってせっかくだしなんかやりたいですよねっていうの、ゲンさんからもともと DM でも書いてあったんで、じゃあせっかくなんでそんな打ち合わせも兼ねてなんかお話ししましょうよみたいなのがあって、じゃあどうしますっていうので、じゃあ僕がやっぱりお話しいただいてる立場なんで、あのお伺いさせていただきますね。逆なんですよね。僕もなんかお伺いしたかったんですけど、来たいって言っていただいて、いやいやいや、もうせっかくだったらっていうのを。しかもなんかその時にね、悩みまで聞いていただいて、そう悩み相談とか、人生相談、こっちからなんか人生相談とかなんか謎始まって、僕たちが初めて会った人にする話じゃないみたいなっていうぐらい、なんかあのもう本当にまあタツさんってそう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 、っていうぐらいなんか一回の出会いでなんかタツさんになっちゃったんですけど、いやいや、だってもう気づいたらもうそう、我々ね3人でテラスでもう焼き鳥をすする中になりました。本当に一生焼き鳥焼いてました。そうそう美味しかったあれ。またやりましょう。またやりましょう。やりましょう。いやもうでも本当に急遽決まったコラボなんですけど、うん、今日はタツさんの声優さんとしてのバリバリにこう活躍してらっしゃるそのスキルと、我々 の、うん、あのお絵描きの無茶ぶりっていうやってるものを掛け合わせて、そうガチャンコできたらって言って、そうなんです。2人で頑張ってゲーム考えたね。そうなんですなんかあのもうタスさんと普通に電話しながらなんか商品作るんかって、そうなんかあ、じゃあやろうねって言って、うん、お疲れ様でしたって言って、次の日ぐらいからゲンさんから連絡がピローンってきて、インフルエンザになりましたそうそう、その瞬間だったんだよ。でも俺の顔がもう無理なの
すごい最悪のタイミングなんですね。で気づいたらサヤさんもらってて、なんでだ、本当にもう絶望だった。3日前ぐらいからね、結構ガチガチに今日急ピッチで打ち合わせしたりして、やばい今日なんですよ、ね、そう、はい、出来たてほやほやのゲームが、はい、そうなんです、ここにある。本日やっていく企画はこちら、ダンバン、セリフから即興演劇&お絵描き対決。イエーイ。ということで、はい、今日はタツさんの声優さんとしてのスキルを、はい、こっちから逆にもうこんなことしていいのかって感じなんですけど、無茶振りしまくって、もちろんもちろん、はい、無茶振りの嵐ですよ。だから今から即興でいろんなセリフが出てくるようになるようなもうカードが用意されてるので、そうなんです、即興で解釈していただいて、はい、キャラクターとして演じていただく、うん、でそれを受け取って夏目さんちは、うんうん、キャラクターをを制限時間内に書いていくっていうのをもう今日は楽しくやっていきたいと思っております。はい、はい、ちょっともう胸の高鳴りがやばいんですよ。すごいね、僕とさやで、あのね、タツさんに出会ったきっかけがちょっと違って、そうそうそう、まあ、そもそも僕とさやの思い出のゲームが、うん、ね、2人で思い出のゲームが、そうそうそう、ゲームチャンネルもこの動画でね出したんですけど、はい、あの、うん、ファイナルファンタジー15っていうね、うん、作品で、はい、それ僕たち結婚した直後の思い出のゲームで、うん、2人で延々にやってたゲームなんですよ。まあ俺が主人公の、あのノクティスという王子をやらせていただいておりまして、そのゲームが好きっていうところに聞きながら大好きで、そうだから前回はね、あのほとんどここじゃ喋れない FF15 の話っていうのね、うん、あの制作秘話の部分をめちゃめちゃ教えて、うん、そう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 、いただいたというところもあったんですが、うん、ね、さやなんかもうほんとね、あの当時ね、まあ、僕が別の仕事しててさや、うん、が帰ったら、うん、なんか一瞬真っ暗な部屋でカチャ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 って、そう、なんかノクティス操作してるんですよ、帰ったら家で、マジで、あのゲイさん帰ってきたらご飯作んなきゃいけないから、はい、ゲイさんまだ帰ってくるの、そう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 、当時はだからさやが夕方の3時とか4時にね帰ってくるから、そうそう、なんとさやがご飯を作ってるみたいな時代があったんですよ、うんうん、そう、今じゃすごい、今はね、もう2人今じゃって言う、今も失礼だよね、今じゃって言う、今のはね、じゃあ今はもうこれあと3年ぐらい引っ張れるんですよ、何回もリプレイしていいやつ、今じゃ今はもう2人でもう同じ配分で仕事してるから、どっちがご飯っていう感じじゃないですね、そうそう、そういうことよ、そういうこと、2人で均等に仕事してるって意味ですか、それは。でもその時間で、うん、当時はめっちゃプティオスイソキやってたけど、FF15 史上屈指の謎激ムズステージね、やってたんですけど、はい、っていうのがありつつ、さやさんはあの本当のところはね、出会った作品はちょっと、うん、ちょっとまあ、あのここじゃ言えない話です。あのさっきあの3回ぐらい土下座したと本当にいい作品を本当にありがとう。いや、それはそれでもう自分としてはね、はい、怒り高きお仕事なんで、まあそこはそことして、まあ、みたいな感じでね、幸せな時間をありがとうございます、はい、いやいや、こちらこそありがとうございました何の時間やね本人を前にして、まあ、どこまで使われてるか分かんないですけどじゃあもう早速いいですか、はい、まあ、もちろんです、準備していきましょう、はい、やっていきたいと思います、はい、ピースピース。ということで早速やっていきたいんですけど、はい、オッケー、あー、オッケー、たちさんこちらにいらっしゃいます、はい、ここにいらっしゃいます、はい、そして今回使っていく、はい、カードの量すごいよ、はい、カードの量が尋常じゃないんです、すごいあるの、これ実はそれぞれに役割があるんです、はい、はい、まずは今回4回戦やっていこうかなと思うんですけど、最初の2回戦目はもう虫食い状態のセリフがこの5番のデッキにカードに入ってます、もう入ってるよ、はい、どういう虫食いがあるかというと、1番がこれが主語、はい、私、僕、はい、など、など、ね、私、僕、俺様とかそういうのが入ってるんですよ、自称することですね、はい、はい、で、これ2番が、うん、2番に入ってるのが3人称、うんうんうん、こっちが1人称で、こっちが3人称カードで、うん、君、あなたとか、ね、あ、多少するんですね、はい、はい、で、これ3番が、うん、これ名詞カードが入ってまして、うん、まあ、魔法使いとか、うん、エルフとか名詞が入ってる、はい、副業的なあれかな、そうなんです、うん、で4番がこれ場所カード、うん、まあ、例えば今ここ今ね千葉県なんですけど、おうおう、千葉県とか、ほう、あとは魔界とか、あ場所ね、そう、場所がランダムにこう入ってるんですよ、ね、それがここに組み合わされていくと、あ、じゃあそれに合ったセリフを言うってことね、そうです、今オッケーオッケー、ランダムで生成されるセリフを急に今ランダム生成ね、そうなんです、じゃあどうしましょう、たつさんにやっぱりねこれは引いていただいた方が、ね、了解了解、いきます、お願いします、選ばれた、ベベン、ベベン、何っていうか1が3とか
超ヤバくないありえんし、もうほうほうギャルですね。ギャルですね、パッと見は。ということは1番と3番を引いていただくってことだね、はい、ってことだね、うん、これででもギャルじゃない可能性ギャルじゃない、まあ、ある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 ですよ、ね、できないっていう可能性があるから、うん、じゃあこの辺から、あ、はい、じゃあまだこれは伏せといていきますか。で3番、1番、モリモリさん、3番やばくないか、3番すごくない、3番ありすぎじゃん、よりどりみどりあるね。弊社もこれっぽか、おお、そしたらこれをもう僕たち見ずに、あ、なるほどね、こっからもうタツさんの解釈パートに入っていない、オッケーオッケーオッケー、それも一気に僕たち聞くって感じしますか、オッケー、すごい、すっごい顔してる、タツさんすごい顔してる、どうしよう。あーすごいのから始まっちゃったよこれ。これでも2人も大変だよこれ。マジっすか。あ、オッケーオッケー、決まった決まった、じゃあこの流れでいくわ、この流れでいきます、早い、はい、じゃあいきますよ、はい、急振りお願いします、3、2、ていうか我が輩が宇宙人とか超ヤバくない、ありえんしということで、聞いたのが我が輩と宇宙人、宇宙なんとめっちゃすごい、だって今ギャルだと思ったのに、そうギャルじゃない、え、なんか待って待って待って、やばめっちゃ小物だ、ね、確かにね、それはそう、うん、はい、全然今失礼みたいな感じになっちゃったけど、いやいや全然全然、でもなんか今もう一瞬でキャラクター浮かびましたね、うん、お、来た、行きましょう行きましょう、じゃあ僕たちは制限時間20分間でやらせていただきます、はい、よーいスタート。そう、なんか仕事柄やっぱり絵を描く方たちと、はいはい、俺個人が結構出会いたい人、はいはいはい、どういう人たちが例えばアニメーターでいるんだろうっていうの話してるの好きで、いやもう前回こう一緒にお話しさせていただいた時に、うんうんうん、タツさんの引き出しの数が、いや本当尋常じゃなく、マジオリバンダーさん の店ぐらいの引き出しで、何でもあるぜこの杖をつってそうだから、なんかアニメーターとかと話してたりとか、で一番最初そういうのが多かったのが、はいはい、っていうかまあ本当にタツさんの話ってどこまで使えるんか分かんなすぎて、編集だとほぼカットされてる可能性がなんかちょっと別のね外部の話とかめっちゃおもろいんですけど、いやなんか大好きなゲームのなんか制作の裏側がね、うんうんうん、温かいチームがあったって思うとめっちゃ、ね、嬉しいね、嬉しいファンとしても、でもね50はね皆さんやってほしいんですよ、なんか最近の FF の一番なんか原点というか、うんうんうん、ね、そういう面白いところは全部50に詰まってるっていう気はしてるので、ね、当時ではすごい珍しい形を作ってたりとか、うん、あとやっぱ俺はもうとにかく野村さんに感謝してるから自分を選んでもらったっていう、だからその野村さんに言われたこととかはどんだけいろんなディレクションされてもそこだけは崩さないようにしようとか、うん、ここは隠しテーマ絶対入れようとかずっと入れてたから、うん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 、本当に紆余曲折あった作品ですもんね、長かったっすからね、いろいろな意味で長くなっちゃったんで、それこそ今、はい、オタクどころを探してる最中なんだけど、このさ、このオタクあるあるなんか分かんないんだけどさ、これ僕はそうゲンさんは、ね、どっちかというと、ね、オタク寄りというよりは作品をコンテンツとして渡り歩くタイプなんですけど、サヤは結構もうその作品を本当にしゃぶり尽くすみたいな、はいはいはい、そうそう、うん、漂っちゃっての今、うん、してタコが帰りたい帰りたいみたいなそういう、まあ、彷徨う魂で、彷徨う魂で、うん、生まれちゃってんだよね今、だからなんかもう本当変な感じなんですよ、ね、めっちゃハマってたゲームの声今目の前からしてるからそう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 、でもノクトは一番地声に近いかも、いやでもなんか、うん、いやそれは本当に感じてますね、うん、なんか心の中でちょいちょい、うん、今ちょっとノクト変わったなとか、ね、心の中でなんかねそれねすげえ言われるの僕初めてタツさんにお会いしてというか駅まで迎えに行ったんですよ、うんうんうん、まず駅までタツさん迎えに行くシチュエーションマジよくわかんないんだけど行くじゃん、特殊イベントだよ ね行くじゃないですか、うんうん、で行って車乗せて、うん、あお願いしますってなって、うんうん、横で喋るじゃないですか、うん、オフしおるなと思ってめっちゃ面白いマジでそれは言われるっていうゲームが、うん、車に乗るってあるじゃないですか、あれ結構ユニークなイベントというか車に乗りながらキャラが勝手に会話するんですよ、そう喋ってくれる日常会話がすごい、うん、そうがあったんですよ、うん、そこにねそこにねそこにうんうんあうわあもう早っらら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 らなんか一個気づいたんですけど、うん、言っていいです、うん、タツさんの話が面白すぎて作画に向かないですえなんかさずっとなんかどうでもいいとこずっと書き続けちゃうあ違う違う違う書かなきゃいけないそう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 途中からなんかタツさんの目見てなんか目見てじゃあいきます、はい、セリフははい
ていうか、我が輩が宇宙人とか超ヤバくないありえんしでしたね。はい、ということで20分でどんなキャラクターになったのか、はい、せーのドン。おめっちゃかっこいいんだけど、かっこいい、いやこういうビジュアルだけど、うん、このちょっとダミ声系ってギャップ良くないって思った。これ本気でしたね、めっちゃかっこいい声で、そうめっちゃ、あの、かる、もっとかっこいいシーンで、うんうん、ちょっとシリアスな声になるんですよきっと。あ、普段はトリックスターなんだけど実はかっこいい強いみたいな。もうだからこういうちょっと個性的な声のトリックスターキャラって、うんうんうん、イケオジだとしてるんですか、なんか宇宙海賊みたいな、はいはい、そう、そんな感じの、はい、キャラクターです。あーでも分かる分かる、なんかそれもありそうみたいな。え、確かに。でもちょっとじゃあサヤの見ていこうか。もうまんまですよ。いやこんな、うん、壺から出てるもんね。あ、これあのバインバイン、あーこれ、あーわかる、あれ跳ねるやつだ。あ、それで動くんだ。あったあった、あるね。でこれあのほらこれギャルともギャル仲もさ、はいはい、あーはいはいはい、そういうこと。それがっていうかに繋がっていくわけね。なるほど。ちゃんとあのギャルに憧れてる宇宙人で、でギャルの中に入って、はい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 、ありえんしみたいな、うん、ギャル文化に入っていきたい宇宙人、ね、そうそう、あ、じゃあギャルとかも、いやでもいい、なんかこっちのギャルもやってあーあーヤバタニエみたいな全部死語入れてくるこれ楽しい、楽しい、めっちゃ楽しい、うん、もう1回戦でお腹いっぱいぐらい楽しんでるけど、まだ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 行きましょう、あと3回戦残ってるんで、わーリッチ、じゃあ2回戦行きますか、行、うん、はい、きましょう、行きましょう、はい、じゃあ2回戦目、はい、いきます、ベベンベベンダン、長いのドン1、2、4、お、1、2、4入ってる、たっぷり、なんか果たすような、まあなんかこの時期だったらね、うん、出会いと別れの時期、いや、ほんと3月、1月のね、ちょっとヒロインもありますよね、あるある、確かに確かに、え、どれから引く、どれから引く、どれから引きたいですか、あえて2からいかない、あえて2、お、2、ディディン、バン、あなた、おー、あなた、え、絵も保ってる、え、6でもないもんね、いやでもこれはもうこっからはシークレットになっていくから、うん、あ、確かに確かに、あ、そうだね、もうバンバン、タスさんのリアクションでちょっとどんな引いたかを、うん、ね、じゃあ1からいこうか、1からね、これ1めっちゃ大事、ね、さっき我が輩がね結構悪さしたから、来ちゃったからね、お、お、あ、お、あ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 、いけなくもない、いけなくもない、まだでも4次第ですね、4次第、この辺からいこうかな、ドゥン、これでも作り方すごい面白くできるぞ、おっ、うわっ、ちょっと待って、めちゃくちゃ楽しみ、絶賛キャラ作りしていただいてる最中です、はい、オッケー決めた、うわっ、いけるいけるいける、ありがとうございます、オッケー、じゃあ4番めっちゃ気になる、結構ね悪さしてるよこれ、あ、悪さでも悪さはしてるけど、はい、ドラマチックです、うわっ、なんでマジっすか、じゃあ急振りお願いします、はい、3、2、オイラずっとあなたのこと待ってるから、絶対地下研究施設でまた会おうね。ということで出てきたのは1がオイラ、4が地下研究施設という。やっば。え、待って、結構シリアスだねこれ。すごいシリアス。鳥肌立っちゃって今。そして。そう。鳥肌立った。少年の顔。少年だな。少年感ちょっとあるかも。今心の花火大会。おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとう、おめでとう、うわー、なるほどね、打ち上がりまくってますよ、でもなかなかでもね、うん、普段聞けないような今レアボイス聞けたんじゃない、そんなにまっすぐでこんなに出したことはあんまない、ね、ありがとうございます、いえいえ、うちの動画で何回でも聞けちゃうよ、いっぱい聞きましょう、ロールバックしても OK だぜ、やったぜ、一番山にしてくれていいんだぜ、一番再生されたくらい、ね、よくあるやつね、YouTube で見てやつあの多分これであのタスさんのどのキャラが一番みんなに刺さったかが分かる、分かる、分かっちゃう、そういうのがね鈴木達久さんができるか鈴木達久さんさあ、ザンガね、山がね、ザンガで、そうそう、じゃあ行きましょう、はい、20分、よーい、スタート、ちょっとこれはね、セリフがだから面白くなってる、地下研究施設っていうものが加わると、多分そのオイラが研究施設で何かがあって結局こういう喋り方でしかなれなかったのかなとか、いや、そうですよね、っていう妄想が膨らみますよね、そうそうそう、だから味方側なのか敵側なのかっていうのもこれ捉え方次第だなっていう、あー確かに、もう耳ですねこれは、でも地下研究施設といえば研究施設だもんな、もうこの子まともな服着てるわけなんかないんだもん、いや絶対着てないよ、文明人が作った後付けだよ、うん、もううるさいや、そう、私タチさんのお話で、あの前回すごいびっくりしたのが、フィフティーンの時もすごいなんか制作、そのドラマを作ってるって伺った時に、え、声優さん
でなんかもう出来上がったものを、うんうんうん、じゃあこれを演技でお願いしますって言われるお仕事のイメージだったから、うんうんうん、あ、そんな作ることもあるんだってすごいびっくりしたんですよね、うん、なんかね、もっといいものが作れるんだったらとか、俺一番最後のその声を吹き込むっていうところを担わせてもらってるけど、他にもできることってあるかもしれないなって思った時に、でも逆にそれこそネットミームとしてもおなじみのやっぱつれ、はいはいはい、いやもう本当にね、みんな多分ねもうたくさんの人にこすっていただいて本当にありがとうございます。うちの本当に嬉しくて、タイトルもちょっと使っちゃってるんですけど、いやいやもう、ね、やっぱつれは最高で、なんかその時とかのやっぱつれはのシーンは、はい、逆に言うと、はい、死ぬほど撮り直してる。そうなんですね。俺あれ何回も泣いてる。なんだったらこの行の中のここから泣いてほしいから立つここまで涙を流すなっていう視点があれはね、あれエグかったんだよ本当に。みんなで集まって撮ってたから、はい、いろんなこと考えてくれて、はい、本当はこうだろうああだろうってやって最後によく撮れたテイクがあれなんですよ。だから逆に言うとネットミームにもなってくれたのは感謝。そう、はい、もうそこまでこだわって作り上げたね。マジで何回撮ったか分かんない、十何回は撮ってますよあれ。ほんと名場面なんですよあれ。いやてかね、もうこの辺からめっちゃ語るんだけど、うん、辛いよと。なんかオタクが喋るだけの動画になっちゃってる。いやもう本当に俺もだって半分オタクが喋ってるようなもんだからね。もうねことを知ってるオタクだから。逆に最前線のオタク。そう最前線の本当の最前線。行くぜっつってやってるから。さあというわけで、はい、さやさんどうですか、消しゴムだけかけますか。あ、そうだね、消しゴムかけよう。じゃあその間にセリフのおさらいです、はい、おいらずっとあなたのこと待ってるから、絶対地下研究施設でまた会おうねというキャラですけども、セリフだったのでございますが、はい、さやさん多分すごい情熱を感じる絵になってしまったと思う。どう？じゃあ行きましょう、はい、せーの、ダン。おはい、もうじゃあさやさんが行きましょう。まず人じゃない感じで、こう角生えてたり、うんうんうん、尻尾生えてたりしてるんですよ。でも片方角折れたんだろうね。あ、そうで、なんかね、大怪我してる可能性がある、うん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 、でここをこう鎖繋がってる、あ、これガリガリ、うんうん、これガリガリ、本当はね、ガリガリ、そう、ね、めっちゃガリガリ、はいはい、でこの細足、うんうん、もう骨みたいなね、そう、にクソデカブーツなんですよ。いや、思い出のもらったものかな。それです。革のボロボロのブーツを大事に履いてるみたいなのが大好きで、うんうん、分かる。しかも歩いてる時とかにカポッカポッみたいな感じで、めちゃめちゃ歩きづらいんだけど、ね、大事な宝物だから大事に履いてるっていう、はいはい、うん、おいら大人になるまでこれずっと履くんだみたいなやつ。あ、そう、それに見合う大人になるんだって、大人ってすごいもんだろってまだ見ぬ作品に感動してる。5番じゃん、ナンバー5なんだね。気づいた、5番なの、うん、この子。なんかその人だけの名前とか言われてそうだね。あ、確かにその、はいはいはい、このブーツをくれた人だけ、そうそう、呼んでくれる名前がある。そうそうそう、先生書きましょう。あなたがね。あなたが書いてください。で、はい、でゲンさんはなんか待ってるからなんか意味が変わってる感じあるよね。ゲンさんのやつはちょっとまた違う、ダーティー。そうすごいダークなの。僕その中で、うん、そういうちょっと純な少年をやってる子、はいはい、ああ分かっててこれを言った子。なるほどね。あなたは絶対ここに戻ってくることになるよっていう意味が入ってる。あ、理知的なんだ。実は理知的なんだっていう子なんですよ。でもそれが実は表向きそうなんだけど、うん、最終的には本当にその気持ちが合っててほしい。あ、心の中のどこかに。要するに本当に帰ってきてほしいから、それがどんどん歪んだ形で表に出てきちゃったみたいな。そうですね、そういう感じです。もう打算的にここに戻ってくるでしょうあなたはっていう流れがありつつ、だからこの雰囲気で行くんだったら、おいらずっとあなたのこと待ってるから、絶対に地下研究施設でまた会おうね、うん、みたいな感じになっちゃうってことよね。なんかでもさっきのタツさんの声でそれを解釈してたのがおこがましいぐらい今そこにピターンってきましたね。やばいね、もうリプレイされたとこ大変なことになっちゃう、うん、今回ジュンジュンジュン。これはこれで面白い。ありがとうございます。これなんか改めてイラストがこうやってバンって出た時に、うん、こうちょっと修正入れて出していくみたいなのもできちゃうから面白いよね。すごい。今ちょっとびっくりした。もうすごくない、だってもう声ついたんだよ。だって今確かに、うん、リアルタイムでついちゃった。そう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 。すっげー。
つぶやいちゃった今。これ楽しい。めっちゃ楽しい。まだあと半分残ってるんだよ。半分残ってるよ。しかもちょっとここから、うん、あのちょっと毛色が変わります。そうなんです。毛色が変わって、うん、別のゲームに移ります。はい。僕たちからリクエスト、ほんのりリクエストをして、イエス。それに答えていくよ。ありがとうございます。頑張るぜ。頑張るぜ。書くぜ。この頭やばいぜ。心臓持たないぜ。さあということで3回戦目でございます。はい、でれん、はい、3回戦目なんですけども、うん、こちらに極厚セリフカードがね、はい、あるんですが、はい、これを今からタツさんに5枚引いていただいて、5枚、はい、5枚の中から最低3枚は使いましょうか、うん、そうだね、最低3枚使って何かしらのセリフを、うん、組み合わせて作る、組み合わせていくね、はい、はい、おお。でさらに急遽なんですけど、うん、さっき3番が全く出なかったと、確かにの割に熱いと、そう使いたい使いたい、うん、ここにいろんな名刺っていうか、まあ職業的なものが入ってるので、うんうん、これを指定させていただこうかなと、こんな一人称こんな職業っていうのを、うんうんうん、タツさんが引いたセリフを知らずに僕たちが指定をしていこうかな。あー、オッケーオッケーオッケー。なのでだいぶ無茶ぶりに、だいぶ無茶ぶりだね、はい、いやいや、これはもう役者冥利に尽きるでしょう。ありがとうございます。じゃあ、よっしゃ、じゃあまずはセリフを引いていただきます。熱い熱いのよ、これいっぱい考えたもん。ありがとうございます。すごくない、これすごくない、普通にボードゲームの量、ね、ボードゲームより多いですよこれボードゲームこんなないですよ、あの厚さ。じゃあこれをここから好きに選びますか。そうだ ね、じゃあ上の方から、まず1枚。このカードたちはタツさんを苦しめることになるのか、はい、ね、どうなるのかなこれ、どうなるんでしょうか。じゃあとりあえずこれをじゃあ一旦はタツさん見ていただいて。そうだね、僕たち見ないので今目つぶってるので。あ、そうだね、画面の皆さんと先に お伝えしましょうか。 OK、はい、あ、でも面白いよ。お、面白い。ちょっと待って、組み合わせはもうすぐできそうかも。これがちょっと難しいぐらいだから、この4つで、4つも使われる、え、すごい、いけるかも。ちょっとそんな感じでやろうかな、はい、あ、ありがとうございます。じゃあ僕たち全く知らない状態で、今度はあのランダムじゃなくて、これ、うん、せっかくでもあるもの選んじゃうかなと。そうだね、うん、全然いいと思います、うんうんうん、あ、じゃあ この辺とか。あー、なるほどね、こっちにしよう。あ、じゃあちょっと最初だからさ、はい、ちょっとこれでいこうかなと思います。まず一人称、はい、え、でもこの系の聞きたいですよ、これ聞きたいですよ、聞きたいですよ皆さん、これ、うん、はい、じゃあまずこれと、うん、名刺なんですけど、このいっぱいあるんですよ、はい、あー、すごい、いっぱいあるんですよ、やばっ、めっちゃある、あまりにもじゃん。あまりにもだから、ちょあまりにもなんてあんのじゃあ、いきます。はい、じゃあ、タスさん目を開けてください。はい、一人称、はい、俺様です。おお、なるほどね。そして、さやがどうしても作画始める前に聞きたいということで、うん、役職、はい、ママやんけいや、これはあくまであの、ね、誰とかじゃないんです。確かに、俺様な王子ってどんな感じなのかなって、ちょっと知らないなと思って。そういう意味だったらセリフ的にはね、はい、ドンピシャだったよ。マジっすか、うん、なのでそれでいきます。はい、はい、じゃあ9振りお願いします。3、2、上等だ、かかってきやがれ、止まらない、わかるだろ、以上でーす徐々に拍手のボルテージ上げるんだよありがとうございます。今回がこれだったんすよ。すごい、すごい、そう、え、上等だ、かかってきやがれがくっつくことあるんですね。ね、すごい、びっくりした、これすごい、バラバラでやってたのにこんな綺麗に。でもちょっとこれできすぎぐらいなところあり、できすぎですね。ちょっとこれセリフカードもう一回引いていっちゃうんだ。確かに確かに、これはこれでエキシビションマッチにしよう。引いちゃった、こういうゲームですよ、こういうゲームですよ。確かに確かに。じゃ じゃあ設定をください。はい、一人称、はい、オーソドックスにいきましょう。はい、俺です。おお、あれ結構意外なポイントですか。結構オーソドックスだと思ったね、うん、そして男子高校生あ、なるほどね、俺系男子高校生、男子高校生ということであってね、うん、何を抱えてるかはね、そのセリフによる可能性は。いや、まあ確かにね。オッケー、いきます。まあこれちょっと緊張すんな。でも好きな人にはど刺さるな。え、多分ね、さやさん刺さると思う。そんなもう今すでにレンコン状態なのに穴だらけですがいきます。じゃあ、はい、9振りお願いします。3、2、意味不明、みっともないな。どんなことがあってもとろくさいね。
ということで、すっげえ強キャラだったね。えなるほど、いやすごい、なんか不思議なんですけど、うんうん、繋がってないですよね。そう、でも繋がってるんですよ。そう、なんか今すごい不思議な体験をした。えこれお芝居の妙なんですけど、はい、言葉的にちょっと繋がってないなっていうものを、うんうん、感情のラインだけで繋げるっていう、ちょっとまあ強引なやり方。すごい、やりましょうこれで。じゃあ行きましょう。ちょっとなんかでも抜けていかないうちに、私好きすぎて消し飛んだんだけど。消し飛ぶね。なんかさ、ドってすごいでっかいビーム打たれて中でカッて消えてるみたいな。あれ今コロリーレーザー的なやつだね。そうそうそう。じゃあ行きますよ。はい、よーいスタート。うわ、こんなに楽しいお絵描きがあっちゃっていいのかな。え、なんかすごい煽ってるこいつ。そう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 、ね、ちなみに1枚使ってなかったと、はい、破壊するとっていう。確かに、ね、ちょっとさすがにここまでいっちゃうと破壊もできるんかってなっちゃう。そう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 。これ面白いな。このゲーム面白いですね。これもすっ、ね、これできる人はちょっと限られてる感じはありますけど、うんうんうん、やっぱりこのやっぱり発売するとき、うん、今の声優さん鈴木達久ついてくれるし、ね、漏れなく鈴木達久セットってしないと。そうだ、ね、遊べないかもしれない。これはあれだね、月替わりで変わる。今月は鈴木達久がついてくるよ。予算すどんな予算やばい。達さんは1ヶ月さん雇える。ずっとベタ好き。うわどうしよう、イメージはあるんだけどね。楽しい。え、IQ めっちゃ下がってるから今。俺ちなみにやってるキャラ、あのはだけたり袖がなくなりがちなんですよね。なるほど。俺ね結構肌露出多めなんですよ。露出ありがちなんですね。そうそう、ハンマーバキ、シバチハル、そこそこそこ、剣眼アシュラ、トキタオーマー、そして週末のワルキューレのシバ、全員ジョーラです。ジョーラですね。あでもなんかそこでも差が出るんだ。ブレザー学ランってやっぱり確かに全然違うから。え、どっち好きだった？これって結構分かれない？分かれる、分かれますね。僕着る側だからどっちもあるんですよ。僕中学の時ブレザーで、うん、あの高校が学ランだった。あ、珍しい。そう、でも着てて楽だったのは学ランなんですよね。ブレザーってネクタイつけなきゃいけないから、うん、パッチンネクタイではあるんですけど、はいはいはい、あれが本当にめんどくさくて。あとなんかヤンキーがね、うん、もぎってくるんですよね、あれね。あの通りすがりでプチってあのネクタイもぎって。そうでしょ、そういうやつがいたんですよ。ネクタイ狩りのやつがいたんですよ。 それに負けるとやっぱその先もぎられ続ける人生になるから。あ、なるほどね。そう、やめられちゃいけない、取られたら取り返せとっていうね。なんだそのエピソード。なんだその人。じゃなんかじわじわ来たぞ、もぎられるんですよって。さやさんは学ランとブレザー、うん、いやあのこれあの好きと癖っていう分類があるので、うん、そうね、両方とも聞きたい。そう、うんうんうん、好きで言うと、うん、ブレザーなんですよ私、はいはいはい、結構自分で書く漫画の主人公とかがブレザー着てる男の子が多くて、うんうんうん、好きで書くならブレザーなんだけど癖に刺さるのは学ランなんですよ。あ、なるほどね。この なんて言うんですか、 なんて言うのこれ、なんか難しいんだよね説明が。なんか好きなのは膝なんだけど癖、うん、なのは鼻血みたいな、まあ、例え分かりづらくなっちょっと今すごいところ来ちゃった。いやでもなんか学ランって結構私の中でその中に入ってて、はい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 、わびさびです。わびさび。これでも本当人によってやっぱり出てくるもん、まあ確かに絶対変わるんだな。食ってきたものが違うけど出す結構違うよ。汚ねえな。例えばもうちょっといいのなかったかな。すごい今 ね小学生みたいな話。カタツムリキャベツ食べると緑で、人参食べるとオレンジみたいなとこあるんですか。その感じだと思うんですよ、うん、その例えもどうなん、まあ、あんまり悪くなかった。何、うん、これめっちゃ好きそう。受けるアリエンジプププ。これ元気そうで何よりなんだよ。ありがとう。ありがとうね。元気でハッピーデー。ハッピーデー。ハッピーデー。どうしたの？みんなもう楽しくて。じゃあ数十秒残して、はい、はい、なんと完成しましたが、できました。というわけで、というわけでセリフは意味不明、みっともないな。どんなことがあっても。トロ臭いねでしたということなので、描かれたキャラクターはこちら、せーの、ドン。おえ、もうこれあのもう謎だから。謎だ ね、 そうだね。謎ギュッて固めるとこれになるから、見て鎖見てこれ。
クラピカに憧れてる。憧れてるの制約と制約だ。かわいいやつだ。かわいいやつだ。ちょっとこう、はいはいはい、なんていうか中肉臭さというか、うんうん、そうこれ何カーディガン。あそうカーディガンなんだけど、うん、あのちょっと意味不明カーディガンでまずこうあって、はいはいはい、あのね、この辺までしかないの超短いカーディガンで袖がこういう、はいはい、なんかねめちゃめちゃダボダボみたいな、そう着物みたいな衣装系の、うんうん、もう衣装レベルのね、そうそうそう、だけど、うん、後ろクソ長いみたいな、これ着てるあの意味不明カーディガンを、ね、袖フルカットしたノースリーブ、うん、はいはい、ワイシャツの上に着てる。あーだちょいなるだ。だから、ね、多分行くんだとしたら、はい、だから、うんうん、意味不明みっともないな、どんなことがあってもとろくさいね、っていう感じで言ったら多分よりフィッティングするような。え、心のマリオがスタートって今。お箸。お箸してる。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ超一致です。ね、そういうことだよね。最後このタイプね。はい、何年生なのこれは。2年生でしょ。2年生なんだ。この偉そうな感じで1年生だとちょっと可愛すぎるし、はいはい、3年生だとちょっと受験で忙しそうだから。リアルな受験は忙しいんじゃない。一番この自由な格好ができそうだ。そうそう。3年生になると多分内心なるほど、いや、はい、素晴らしい、はい、こんな感じで、はい、そして僕の方がこちら、いいね、なんかこれいいよね、生徒会長の、ね、あ、じゃあ生徒会長ってか生徒会です、風紀委員ね、うんうんうん、生徒会のやつですこれね、なんかもう出会って5秒でバトルみたいなさ、うん、なんかね、これね、後ろもう教室でもうぐっちゃぐちゃになってる教室なんです、うわこれ副会長です、こいつ2年生です、こいつも右腕ポジションのやつなんですよ。あ、もうめっちゃ自信家だから。そう。だから着崩したりも絶対しない。だからピシッとちゃんと、うんうん、はいはいはい、全部締め。あと目線のこの鋭さがいいっすよね。あ、角度いいな。そうそう。でもちょっと眉毛は下がってる時が多いみたいな。ちょっとこう下がり気味というか、口はいつもニヤ、はいはい、ちょっと微笑を浮かべてるみたいな。逆にこう下がり眉だからこそ何考えてるか分かんない感じがあるよね。うん、ね、でもやっぱね、このセリフとタツさんの声からは少しあのミステリアスさを抱えててほしいような印象を受けたんで。より多分それに意志の強さみたいなの乗ると多分いいんだよね。ちょい微調整で原産寄りの方で行くんだとしたら、意味不明みっともないな、どんなことがあってもとろくさいねっていう方に持っていくのはあり、強くなりました、ね、そう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 、強さがあった方がいいだろう、めっちゃ強くなった、自信があるタイプっていうのを出すとしたらこうなるかな。ありがとうございます。めっちゃ好きでした。これすごいな。でもゲンさんという美味しそうなほかほかご飯の上に、うんうん、特大明太子がドンって乗った気持ちだよ。でそれがものすごい鋭いナイフでスパーって切られて卵ファーッ。いやすごい、ありがとうございます。あざます。これはもう面白い。えれこっちゃ楽しいゲームですよ。えれこっちゃだこれ。え、今回の動画ちょっと全中後編とかにしてさみんなになんかもう端から端まで余すことなく楽しんでほしいんだけど。これは面白いな、いろんなやり口もできるから楽しい、楽しすぎる、俺も楽しいもん。ありがとうございます。よかった、ねね、じゃあ、うん、ちょっともう名残惜しいんですが、はい、最終戦、最終戦です。このとんでもデッキからお願いします。とんでもデッキからダンダンダンつって5枚引きました。お見せしましょう。セリフはこんな感じ。ドン。おおお、どうですか。いやこれむず、どう組み合わせよっかな。うわ、これでいきましょう。セリフは、はい、皆さんにお見せします。こちらでいきます。はい、こうこう、まだ見てません。まだ見てない前でなってみた。じゃあというセリフになりました。目開けていただいても大丈夫です、はい、よし、じゃあ、はい、読みます、僕たちも。はい、ね、はい、あるけど、これとかいいんじゃない。あ、これもいいな、ね、ちょっとあ、これもいいんじゃない。だいぶお待たせしますね。あ、これもいいかもしれない。あの、ちょっとストップしてくださいということで、決まりました。はい、はい、じゃあ目を開けてください。はい、最終戦、はい、一人称、うん、我我そして職業、うん、魔王。ああ、でもいけるいける。おお、じゃあセリフへの急振り、はい、お願いします。いきます。3、2、ずっと一緒に、その心ごと助けてくれ。おおというセリフにうわなりました。え、待って、なんか今までとさ、全然なんか全然違う、ちょっと結構可愛い、うん、そう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 ミーだったのに、魔王がいた今。
しかもさ、このセリフの間をやばいの弱ってんだよ。えでもこれ私違う、絞り出してたね。これもやっぱってすごいですね。そのまま読んじゃうと難しいのに、読み方で今急に場面が出てきました、ね、我と魔王がね、うん、よかった。だから、うん、魔王だからその立場があって大きくって、うん、強くって、でもこの真逆のセリフって、助けてくれっていうのを魔王から出すの、うわっすげえ、奇跡やん、奇跡じゃん、奇跡の引きじゃん、これすごい難しいことやってるよすごい。それでは行きましょう、20分間の追いかけタイムです、よーいスタート。むずいな、私でもこういうタイプ書くのね、私結構これだから魔王のタイプにもよるよ。ですよね。これいつも思うのが、魔王っていろんなタイプありすぎじゃない、いや本当にどう思ってくみたいな。いやでもなんか今のタスさんの声のイメージだと、でっかい剣振っててほしいなっていうイメージだった。人はある、人ではありそうで、オールバック人型ではあるんですよね。楽しみ。いや私あの体格差がめちゃめちゃ好きなんですよね。あー言ってるね、さやね、さや好きだよね。そのそう、あのもうクソデッカ魔王に、うんうん、あ私あの権力は権威主義なんで、権威あの権力持ってる、はいはいはい、そも好き権威主義なんでだから魔王とかもうめっちゃ最高ですよ、うんうん、それにこの世界にうっかり迷い込んじゃった現代人の女の子とかが、うんうん、ヒロインとかがね、そうヒロインとかがあのカップルになってるのとかめっちゃ好きなんですよ、ね、うん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 、だからヒロインがなんかあってみたいな、ね、いやそうだからもうね、本当何があってもいい、でもこの子のことだけは守りたいんだみたいな、それそうそう、でもその手は人を傷つけてしまうかもしれない、その美女と野獣観点、あ、はいはいはい、そうそうなんですよ。あのそうですね、ジャンルで言うとそのね、うん、美女と野獣っていうテーマ、ね、いやなんかそのさっき言った権威主義っていうそこの部分なんだけど、うんうん、魔王とか、ねまあ、王様とかでもいいんですけど、うんはいはいはい、普段権力をもう持ってるから、うん、外に弱みを出せない人が、はいはい、そういう恋人とか大切な存在にだけちょっと弱った姿を見せるっていう、そこがあのベリベリハッピーで、そこに体格とかがあるとよりなんかそれがちょっと強調されるじゃないですか。体の大きいもう王様が、あのちょっとすごい小さい存在にだけちょっと心を許せて、ちょっとそこだけこう気持ちがほころぶ瞬間があるので、もうそういうのがもう本当にハッピーセットですね。あるじゃあもうこれでいきます、まあまあまあ、いきましょう、はい、いきましょう、はい、お待たせしました。はい、というわけでセリフは、はい、ずっと一緒にその心ごと助けてくれというものでございました。そのセリフに合わせたお二人の答えはこちらです、はい、せーのドン、はい、おこんな感じでございます。うわなんか、あ、でも、ね、なんかでも大、どっちも 大ピンチだね。確かに確かに、年齢的にはそれやっぱね、ゲンさんのこっちよ崩れてるからね、もうこれだからもうちょっと話しながらも世界できちゃってたけど、ちょっともう心理気づいちゃった系で、はい、これ倒した後なんですよ。だから主人公が、ねうん、まあ RPG でもいいんですけど、うん、漫画でもいいんですけど、うん、その敵を倒した後に崩れていくじゃないですか、敵が、うん、でも最後に物語のね、うん、中盤過ぎたあたりで真理を突きつけてくるタイプの魔王、うん、ああうんうんうん、だからこう、これがこうなんですよ。そうあ、これ心か、これがちょっとこの作品の中で別の意味がある、うんうんうん、なるほどね、うんうんうん、多分絶対もう一つの世界があるんだよ。そう何かがあるんですよこれっていうそれだやつですよ。これが言った後に何言ってんだこいつっていう顔の主人公たちと最後真っ白空間で死んだ、うん、そう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 ドッグンバーンっつって終わる。それだ暗転だ、それだ暗転だ、取りましょう。だからこの人は本当はその作った創造主のことを愛してるんだよ、うん、あそうずっと守りたくって何とかしたくってってやったけど我にはもう無理だ、魔王としているしかなかった。そう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 、君臨するしかなかったやつなんだ。さあそんな中、はい、さやさんですよ。さやさんちょっとあの2人書いてこっち逆に主人公っぽいのよね。えわかる。いやでもね、私考えてるのが、うんうん、もうこいつもう死ぬしかない運命なんですよ、うん、ああなるほど、うん、で主人公にこの子を託す前のセリフなんて言ってた。わかった。じゃあこれあれだ、あのよくあるめっちゃ長い1話だ。あ、うん、そうですそうです、うん、なんかもうプロローグだ、うん、プロローグそう、うんうん、第1話の、うん
でこう自分を失っちゃったこのところも助けてあげてみたいなことで、こいつはもう1話で消えてしまう、うん、そうだ。で2話になるとこの子が大きくなって、うんうんうん、旅に出るみたいな感じなんだ。熱っ、それそこまで考えてなかったです。あの人の残してくれたものをって言って、はいはいはい、このバスター騒動を振るうわけですよ。じゃあ古代種やこいつ。そう、身の丈に合ってないでかい剣を持ちながらいやそれを振るうわけだ。で私勝手に考えてたのが、うんうん、あのこの子実はここにちょっとちっちゃい羽が生えてて、うん、あの絶滅危惧種のフェアリーちゃんを、はい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 、この魔王って言われるヤバい男がずっと守ってた、で討伐に来た主人公か誰か分かんないけど主人公に託すしかないと。だからもうこのセリフがこの子に対するもう本心でしかない、他は全部、うんうん、取ってつけたよね。そうそう、うん、いや楽しい。それだ。え、今日もう名作生まれすぎじゃない。びっくりしたんだけど。で魔王の技とか使うんだよ絶対。あ、使うスキルレベルマックスになると同じレベル、ね、こいつのねゲームとかだと、そう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 、こいつが使ってきた技を使えるようになる。そう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 、すごい。え、ろくでもないのこいつだけだった。こいつだけだったら高3になったら制服ちゃんと着るみたいな。今日すごい生まれたね。ね、すごい。え、なんか これ書いたら遠い昔なんですけど、遠い昔、うんね、5年前、うんうん、え、わ楽しかったこれ面白かった、ありがとうございました。いくらでも妄想膨らんじゃうね、うん、ね、このカード永久保存版、うん、永久保存版でしたか。これもう撮影やらなくてもまたやりそうで、普通に遊べそうで、遊べそうです ね、 ね、面白かった、うん、いやもう皆さんもぜひね、この、ね、はい、の動画でどのキャラ、うん、どのセリフが、ね、気に入りだったかとか、そしてそれに自分で思いついたキャラこれだよみたいな、そうそう、ね、自分でもぜひ書いてもらって、やってほしい。そうだよ、だっていつだってここにこうして CV 鈴木達久さんって書けるんだから。そう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 、すごい、全部に全部に書けるんだよ。そうそうそう、これ今日本当に楽しかったです。めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。余韻がすごいけど、ね、とにかく本日のゲスト、はい、声優の鈴木達久さんでした。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、またぜひ何かで遊びましょう。はい、また来ます。とりあえずピザが来てるのでピザ食べましょう。食べましょう。お腹減った。ちょっともうお昼過ぎちゃったんですよ。そうなんです。盛り上がりすぎてね、お腹もいっぱい、心もいっぱい。その心のことを助けてくれ。ちょっとそれはやかもしいね。決まったな。